朝日新聞に嘘をつくなと批判殺到実名報道で本日朝日新聞が共和に放火事件25人の身元公表全犠牲者明らかにと題した記事の中で朝日新聞は事件報道に際して実名で報じることを原則としていますと主張してしまいましたこの朝日新聞なんですがこのチャンネルで紹介しているものだけでも 朝日新聞による通名報道を2回は確認できますので、この朝日新聞による実名報道を原則としているという主張は嘘であると言わざるを得ません。こちら朝日新聞による通名報道は、偽名報道は実際にはさらに多く、朝日新聞はこういった事実を見るだけでも、 マスコミとして機能しておらず、さらにそういった事実をこのように隠蔽までしてしまっております。皆様、こういった朝日新聞は購読しないようにしていただき、また企業の皆様は朝日新聞に広告を出さないようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。